Hello, hello, hello. Welcome. Welcome, welcome, welcome. This is episode 9 of Yakuza 0. I apologize for the last, I'm gonna say, 2 days? I haven't recorded anything, maybe 3 days. I've been, a little busy, but, I've also been thinking about, YouTube and, stuff like that. First things first. Can I skip this, please? Come on. Oh, that's right. I forgot that. Hang on. I'm gonna... Okay. I'm gonna be quiet. I apologize. その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が気流を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が気流の運命を大きく変えようとしていた。OK。それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ。とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ。そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあ、そこも堅気には思えねえけど。なあ。そうだな。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれるのか。立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話や札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が町を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ。織田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩に見える服を仕立ててこいとさ。ああお前
もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な仇の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。All right. 待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ？そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。 Okay. So what I was trying to say earlier was, first things first, I don't got a lot of time. I only got like maybe 40-ish minutes. Second thing is that I decided to make a playlist for this. So I got a bunch of the videos in the playlist, that way you don't have to find the next video. Let's see, is there anything else? So I'm thinking about that Friday. Friday, Saturday, and Sunday, I won't be doing any videos. But I will not be doing a video on the 21st of Wednesday. I might do a video the next day or Saturday. Holy crap. I don't remember how to play this guy at all. Rush Brawler. Okay. Okay. So the 21st, I have a tattoo. Oh god. Think about it. I might be busy that whole week. Like the 26th and 23rd, I think. I got an appointment. But I think that's all that I have going on for the time being there. ついたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ、無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが仇ってもんだろうが、見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。
おめ、それ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たく、めんどくせ。それじゃあ、これはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピーク度で意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。ダーン。よ、これでどうだ、錦。何笑ってんだよ。やっぱ何着てもまるで肩着に見えねえと思ってよ。ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。Respect, respect. 全然リーマンっぽくなってねえぞ。Honestly, bro, that's something that I would probably wear to you. 何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いないさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。Thanks, Nishiki, or however you pronounce his name.花から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。Oh, thank you. つき合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ。お前、この後待ち合わせなんだろう、立花不動産の。なんてやつだっけ。小田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当起きてる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。All right, so first things first, since it's why the hell do I have a pistol? Why do I have a swordfish? It's been a hot minute since I've looked at this guy's stuff. Boy, oh boy. Okay, so don't really got any better accessories.We're gonna head over here. What's my inventory looking like? Nah, there's nothing in there. We are going to change that up really quickly. Oh, do I? Ah! I think I'm gonna gamble. Let's see, what kind of weapon are we gonna get? Ooh, got a watch!Okay. We're gonna go ahead and put all of this stuff in here. And we are gonna go ahead and
fill up my inventory with some healable stuff and things. There we go. Alright, cool. Oh, let's save really quickly too. Just in case. たが待ちくたびれたぜ。おだ。山が抜けてるぞおい。上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。だいたいお前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ。そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立花不動産にはバカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ桐生君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ何もしないよりマシだわな。I don't like the glasses. さてと、それじゃあ早速始めっか。まず、今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、平たく言いや、立ち退き料を目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ Oh boy, was... Did we just see the big guy behind us that probably has like 10 million yen on it or yon or...? I'm so sorry, I am half asleep. You know what, matter of fact... That's special. Watch my mic peak. Oh yeah. There we go. ビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそういうことじゃないのにってことだ。そういうこと。もっとも、占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあ、その占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろう。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。桐生君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。All right. いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。
So we could just pick anywhere to sit, right? I guess. よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。さすがに下里上桜井は知っていたか。偉そうに奥に座りやがったらどうしようかと思ってたところだ。上下関係を重視するのは極道も同じだ。誰がどこに座るとか常に気ぃつけてねえとぶん殴られるだけじゃ済まないからな。経験が生きたってところか。その調子で気抜かずやってくれよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。Coffee, beer, or nothing? I think beer would be more of an intimidating tactic, but we're working, right? Coffee is, it's alright, but certain, like, if, I'm gonna go with nothing.Coffee could dull your senses. Chumo, I'm at the other tunnel. Cascomarimasta. Nanda Nanica monk could a man noga. Yaya, Minao style. Orela te kirio mine a sakini chumon serin janica de omote da monda grasa. Ah, Caco Matsnagara Yungani cohi sisro nante mana ihan Yerakasiangatra. Bunagutter tokoro da.だがそこは元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけられてるんだな。おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも山根さん、お久しぶりです。ああ、悪いね小田さん、なんか面倒なことになっちゃって。こちらはうちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。お話聞く限り相手は典型的な専用屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると専用屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ専用屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。も
もちろんです。時に山野井さん、戦友屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし、そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ、安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ1万払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやこいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよな、キリュウ君。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか？いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、桐生君。ああ、話は分かったな。要するに戦友屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。戦友屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか？そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ？ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。あ？相手が戦友屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。All right. よう、キリュウ君。ちゃんと菓子折りは買ってきたか？あ。おいおい、お前本当に元ヤクザか？使いっ走りくらい確実にこなしてくれよな。すまん。すぐに買ってくる。Dead ass. I was not paying attention about that. What am I supposed to get? Like a gift box or whatever? I don't even know if they would have it at this kind of store.
Oh, it's her. I want to shop. Oh, okay. There we go. Luckily, I was took some damage, so I'm not as upset as. Okay, so. Yeah, we'll probably have to go to like a gift store or whatever. That's what happens when I don't pay attention, eh? Let's see. Okay, so I'm gonna go back to Homeboy and see what I have to get because I already forgot. So I just gotta get a gift box, right? That's all I have to get. Can I get it from anywhere though? Like, all right. いらっしゃいませ。God, I should go. Stupid gift boxes things, bro. I hate formalities. Just because I'm not really that good with it, though. I could have swore that there was like. Let's go check with that place. いらっしゃいませ。Wow, 30 million? Where am I supposed to get this gift box at, bro? ありがとうございます。いらっしゃいませ。Remember that I got to watch from that vending machine earlier?Pretty sure I could sell them. I got a diamond plate. 2.1 million. Damn. Alright. So I pretty much just doubled my money with that one when I bought that watch. That's crazy. That is crazy. Alright. So.I have zero clue where I'm going to find this gift box. But what I am going to do is search up where to find this gift box. And end the video here since we're at 34 minutes and I only got 6-ish minutes left anyway before I would have to go. So I hope you all did enjoy this video. And if you did, please leave a like and subscribe, and I apologize for for this video not being as long. Kidding me? This guy wasn't here before, was he? I'm just gonna skip through this part.
skip, 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 skip. Alright. What was I even saying again? I forgot. Yes. If you like this video, please leave a like and subscribe. I hope you all have a good day and a good night, wherever you are from. Also, if you don't mind leaving a comment at what you guys would want to see from me, like gameplay wise or anything like that, I would appreciate it. And I hope you all have a wonderful, once again, day or night, wherever you are from. Peace.